はい、千住から世界へ発信インターネットテレビシーウェーブ、毎月第2金曜日夜9時から9時50分生放送でお届けしております。夏綺麗のなっちゃんの素顔、私夏綺麗と、はい、チャンスオシュラでございます。超えてか超えてかかったね超えてかなんかいいことあったんですか、チャンスさん。はい、ね、あの占い師さんにですね、近々工事現場で死ぬって言われましたどこがええことやねん、どこがええことやねん、ほんまね、はい、もう絶好調でございますよ。絶好調でございますか。はい、でからバイキンマンカウントマイスベラさんといてくれる俺を一人にしないでください。はい、始まりましたけども、ね、もう絶好調のチャンスなんですけども、絶好調ですよ。ね、はい、なんかお風呂上がりみたいな感じでね、はい、ちょっと横風呂入ってきましてね、横のこの横の銭湯行ってきまして、はい、はい、衣装じゃなくてね、はい、衣装忘れてます。銭湯道具持ってきたんですよね銭湯道具を、はい、はい、お疲れ様でございまし た, した、ね、ね、でもそれだけ、はい、さっぱりね、されて、うん、そうです、やっぱりしました、気持ちいい、ちょっと5日ぶりだったんでねすいません皆さん、いや、はい、皆さん聞いてないんでね、大丈夫です。誰も聞いてないな、ね、はい、皆さん誰も聞いてたんだ、はい、どうしましたか、はい、質疑応答お答えします、ね、挙手してお願いいたします協定の予想してるじゃないかな頼むで、こっちでやってんねんからね皆さん大いに笑っていただいて、声援は大きな声でお願いいたします。ちょっとね、新しい、大丈夫ですか、はい、モノマネができまして。モノマネですか、はい、はい、関西弁を使う盛りのついた猫関西弁を使う盛りのついた猫ね、はい、どうぞ。うわうどうもありがとうございました。すみません。何ですかそれ。盛りのついた関西弁を使う、はいはい。ありがとうございます。ね、なんか最近ですね、はい、ネット、YouTube でこちらの C-Wave 見ていただけるじゃないですか。うん、チャンスさんのネタが面白いという方がたくさん増えてまして。もう次 R1 グランプリはいけるんじゃないですか。いや、3回戦まで行ったんでね。ね、3回戦いけるだけでもね、すごいですよね。はい、ね。いやいや、もうね、全然もうエンタの神様っていうようやってるお笑い番組のオーディションでね、はい、プロデューサーの人に君の目的は何やって言われたりはい、はい、レッドカーペットっていうオーディションでね、1分ぐらいのやる、で1分ほどネタをやる番組なんですよ、これは、はい、そうですよね。僕ネタオーディションで6分やって出入り禁止になりましたね、はい、なんで出入り禁止になったんですか。はい、いやいや、もう長時間やってしまって、あ、なんかいろいろこう長い尺でやっていいのかなと思って、はい、はい、それだったんですね。そうなんですよ、はい、で今日ゲストで来てくれてある雪男さん、はい、雪男さん、僕ね、あの人と トークライブして、滑りすぎて警察に来たことありましたからあ、ネタじゃないんですか。いやいや、本当なんですよ。本当なんですか。後ほどね、じっくりお聞きしましょうか。はいはいはい、チャンさん、はい、予定をまたまたお知らせいただければ。ですね、予定はもう、はい、バイトはいいですよ。あ、そうです、はい、後輩に漂白剤つけてるんですか言われて、チャンさんのスケジュール表は、まあ、ちょっと思い出すんでね、ね、はいはい、あ、29日にね、僕映画お台場で、今月ですか、はい、4月の29日だそうです、はい、はい、お台場のね、はい、ちょっとね、ツイッターで来てください。ツイッターに全部告知してるんで、ツイッターをされてる年齢層に見えますか何それ、はい、みんな20代ですね、昔の20代の方ですかね、はい、はい、まあその辺で、まあその辺で、ね、ツイッター来てくれたということで、はい、見てる方は映画に出演される、そうだ、僕、雪男さんも出てる映画2本同時に、はい、僕も出てるんですよ、2本とも、おかま役でした、おかま役のやつと、はいはい、もう一個主役で出てる、主役で銀座物語、銀座物語、はい、どういう内容なんですか。えっと
いやただあのただひたすら飲んで倒れてる役なんですけど、あそれが主役私でもできるかなって誰でもできる役なんです。今度私も女優デビューしようかしら。あいやいや言ってください、はい、行きますよ。できないですよ、なんて忙しい歌でね、歌で映画なんか撮る時間あらへんでしょ今。いやどうですかね、はい、忙しい機会があればね何でも挑戦したいタイプなんで、ほうほう、まあ、でもダメだなと思ったらパッとスパッとあれしますけど。絶対演技しはるわ絶対、うん、そうですか、俺書く書いてくださるんですね。あなじゃああなた私このまま待っていていいですかっていうセリフお願いします。あの僕がちょっと僕が刑務所入るんで。いやいやですよ。今試されてるんですか。僕が多分12年ぐらいの刑で入るんですけど。いやいやですね。あなた私ずっと待ってていいですかっていう。はい、入ってやらないといけないんですかこれは。やらないといけないんですか。そうそうそう。はい。これ刑務所ね。こんな笑いの状況の中。はい。窓ガラス。はい。な何したっけ。あのもう俺殺人犯して。はい。殺人犯しちゃったんですね。もうはいはい。もうおいもう会いに来るんじゃねえよ。じゃあな。何でしたっけ。あなたずっと待っていていいですかっつって。すいません次回にして笑っちゃいますね、はい、あのあれどっち告知、はい、告知をさせて、ね、いただこうと思いますけれども、はい、はい、チャンスさんのスケジュールも、はい、ツイッターブログもされてますもんね。ブログ今やってないんですよ。やってないです、ね、パスワード忘れてフェイスブックでご確認いただければと思うんですけれども、うんうん、私はですね、すぐ明日でございます、はい、12時から巣鴨にございます後藤楽器さんにて12時から点灯キャンペーンをさせていただきます、うん、そして、明日の7時から、うん、夜7時からは館内にございます、うん、AB スマイルさんにて歌謡曲セッションがあります、うん、歌いに来ていただければと思います。またですね、うん、いろいろ企業イベント等あるんですが、うん、飛びまして、21日は、うん、お昼1時からなんか取れた鎌取りにございますイオンスタイルユミール鎌取さんにて1時から、うん、キャンペーンミニライブをさせていただいて、うん、夜の、7時半ぐらいからですね、うんうん、新宿三丁目にございますシャンソニエ駅というところで、うん、生ピアノで歌わせていただきます、うんうん、また、27日は12時からと2時からイオンの狭山にて、キャンペーンミニライブをさせていただきます、29日は日東モール熊谷で、1時から歌わせていただき、そうですね、30日は六本木 Z で生バンドライブとなっております。で、ごめんなさい一つ忘れましたけれども、うん、4月10日に、ワシントンホテル新宿にございます、ワシントンホテルにて、皆様お客様は、5時に入っていただくんですけれども、うん、ディナーショー2万円でですね、どこですかあの一番屋上の、あの3階で、3階、あごめんなさい控室が3階でした。はい、はい、あのちょっとあれなんですけど、はい、あの岡博さんと歌仲間というあの13人編成の生バンドで、あの歌わせていただいて、川野夏美さん山崎定治さんとかゲストで出られて、私も歌わせていただくんですけれども、13人というとね結構パワフルなバンド、13人バンド、そうです。ほんでなっちゃん何演奏するの。いや演奏じゃなくて歌ですよ。あ、なっちゃんがボーカルでね。ボーカルでね、はい、はい、まだプレイヤーになってないんで。そうかそうかそうか、はい、そういうあのアコワシントンって下ね、はい、釣り堀する釣ってそのまま、その料理してくれる居酒屋がある。あそうなんですね、うん、詳しいですね。で伊勢海老とか釣って、へえ、うん、あご存知ですか。あ知ってる、美味しか、美味しいとこですよね。あ、美味しいです、美味しいです。美味しいとこ、うん、行きたいです。ね、行きたいですよね。そうそうそう。オッケー、オッケーだよ。あ、いいとこ、ありがとうございます。ね、また5月とかもいろいろイベントございますので、夏綺麗のフェイスブック、アメーバブログ、うん、などなど、うんうん、ご確認していただいて、はい、お越しいただければと思います。いっぱいね、話しても皆さんお忘れになってしまうと思いますので、はい、近々ね、はいはいはい、あのアップどんどん更新して。行きますので、うん、ね、あなた、うん、はい、あ、ありがとうございます。はい、こういう感じでね、はい、じゃあ、それでは今日ゲストね、ね、
あの人もう呼びますか、あの人ってはい、はい、あの人には私大変お世話になっております。はい、ゆき、はい、男さん、ゆき男さんでーす。やったー。ちょっと赤が被るんで私脱ぎます。触りたくなるような腕してるな、はい、そうなのよ、はい、俺もあなたって言ってくれないから、あなた、いや俺もやっぱり15年の刑で俺もあの待っててほしいよな。はい、刑務所にね、刑務所で、刑務所でね。いや、なっちゃん待っててくれ、嬉しいわ俺。本当ですか、誰にでも言うくせに、うん、いや誰にでもね、いや男の人は誰にでも綺麗な人見たら誰でも言いたくなるもん、ね、だから触りたくなるしね、一斉なっても俺も分かってきた、やっぱ50近くなって綺麗な子見れば触りたくなるし、うん、それ以上なくなってくね、あの、ま、昔と違って、うん、そうなんだ、ね、まだチャンスはキスしたいでしょ、え、綺麗な子と、あ、ゆき男さんと、いやいや、なんで俺とするんだよお前。なんとか酔っ払ってしたじゃん昔は、関係ない。なあ、ディープキスの仕方があんたは下手だとか俺言われて、あ、やったよお前と。あ、ここでやんないでください、うん、来たよおっさん同士、おっさん同士。いやいや、私チャンさんの年齢知らないんでね、はい、分からないですけど、チャンスいくつになったの。僕ですか、正直な話、キティちゃんと同い年です。あ、ほんと41、え、41だったの。松井と同い年です。あの伝説の。5打席連続のね。見えないですね。ディカプリオと一緒ですよ。あ、わかりました。ボブサ。あの比べる対象がね、面白いですけども。チャンス世代だじゃん、ね、松井とか、うん。なっちゃんってこの間は何、はい、若いんでしょ。29とかなの。私永遠の28歳です。今28？永遠の25歳です。いいよ、何、ね、年齢ないから大丈夫だよ。何歳と言われてもいいです。35って言われてもいいですし、うん、40歳って言われたらはいって言いますし、うんうん、もうあの皆様のご想像に、ね、お任せします。そうそう、それ回してる、はい、それでね。まあ、ね、何歳に見えますか、うん、はい、何歳に見えますか、何歳に見えますか。落ちたよ。それちょっとね、無理がありますけど、はい、何歳ですか。何歳、25、はい、じゃあ皆さんも半回答ですから、はい、よくできました。いい人たちだね、本当に本当に日本経済支えてるのかね、この人たちが。なあ、この人たちのおかげで今あるんだよ、ね、俺ら。そうですね、本当にありがとうございます、本当に、ね、まあ、だけどね、あの、はい、年齢って本当にあの年取ってくると、うん、下の子が分かんなくなってるね。下の子がだから、例えば20歳の子と25の子と30の子、うん、一緒になっていくね。あ、男の子でも女の子でも、うん、そんなに言ってるのあなたみたいな、うん、あ、だからこの間、生まれたての子何歳か分かんないですよね。そう、待てよ。お前自分の子供がいくつになったか分かってねえだろうよ。あ、だからそうか。もういつの間にかお前、はいはいはい、あ、一番心傷つけてる。今ちょっとごめん、目が泣きそうになられても俺悪かった、変なツッコミして。でもなんか横顔見てると息子さん似てる。あ、もう似てます、なぎ、うん、ちゃん、うん、え、もう3年ぐらい会ってないです、4年。なぎ、はい、行き別れちゃいまして。なぎくんって言うの。なぎくん、いや、行き別れたってかっこいい言い方ないだろお前。、ね、戦争孤児みたいにするなよ。もしね、番組見てらっしゃったら、いやいや、来てください。メールもらってね、メールもらって、あの、パパが待ってますので、はいはいはい、お願いします。でも、ね、子供の成長って早いよね。あ、うん、早い、言葉覚えるの早い。いやいや、4年だったら例えば4つの子はもう小学2年生ぐらいになってると、まあね、いろいろ喋ったりとか、うん、そうそうそう、うん、だこと吸収が早いからね、うん、すぐ歌覚えたり、そうそうそう、もう3歳でね、あの歌覚え出すやん、うん、もういいこと寝るとか、つれづれなるままにとか言わない、いや言わねえよ。つれづれなるままに、ね、ネタがなんか綺麗な、いやギリギリに来てね。ほら、はい、ハリウッドザコシショウが R1 のチャンピオンになったじゃない、はい、で今長野も売れてるじゃない、はい、で次チャンス大城が来るって俺聞いて、お、今日来たんだよ。いやいやいや、本当に皆さん拍手ですよ。いや俺ね、その、はい、ザコシショウが、ね、失礼になっちゃうけど知ってるじゃない、俺、私らも、はい、お会いしてとか、はい、ライブとかで今まで、ね、10年とかで長野もよく知ってるじゃない、そのライブとかって、はい、でやっぱ次チャンス大城じゃないかってのが聞いたのよこの間、僕どうします？いやいや来たら、いや俺使ってくれよ。いや来たら、あの3人で箱根、
箱根今でも行けんだろうよ、明日でも。え、売れたら売れたら箱根行くの？売れたら営業？いや、あの、招待します。いや、招待いいよ。招待いらないですよ。まあ、合流しましょうよ。合流しましょうよって、やだよ、立ち飲み。あんたの合流、先行かと、ちちくわだね、終わりじゃない、俺ら。そうなんですか、ね。合流の仕方が。はいはいはい、でも、チャンさんね、面白いネタ、たくさんありますから。うん、はい。ね、本当に。あ、じゃあ、今日ちょっとやりましょうか。やりたい、見たいですよね、皆さん。汚い。汚い。ね、今からやるネタはですね、葛城中学っていうところで千葉の、うん、あの PTA の人に、はい、来年あいつを呼ぶなって聞きました聞きました、はい、はい、そのネタをやります。はい、やってくださるんですか。久しぶりちょっとなっちゃうもんね、はい、あれやりなよっていや、あの反響が良かったのでね、やっぱり。いや、あれでしょ、インターネットテレビは楽しんでいただくのが一番ですからね。そっちでやるんでしょ、はい、どこでやるの。ここでやります。ここでやるの。あの、みんなどけということで、はいはいはい、寝るの。はい、はい、1個でいいの。1個でいいです。できる。大丈夫ですよ。これ壊すと大変だから。東野浩二さんに、うん、荒引き団で、あの、君の目的はない、うん、あの、あの、金にバレに見るクソ野郎って言われます。いや、なんだろう。回せばいいんじゃないですか。ほら、はい、行きますね、はい、行きますね。それで風呂入ってきたんだ。はい、そう、ちょっと汚い体ですけど、すいません皆さん。最近鍛えてなくて申し訳ないです。いやいや、元から鍛えてない。嘘ついちゃいけない。抑えなくていい。すいません、この番組、皆さん、夏木麗のナッチョの素顔という番組でございます。毎月第2金曜日夜9時から9時50分生放送でこういうことしております。真面目なこともしております。あ、じゃあトイレのすっぽろと、ちょっと痛いです。続きまして、あの、馬が走ろうってありますね。馬が走ろうと。すいません、ちょっと俺、ね、死にたなりましたね。あの、ホラー映画に出てくる、あの、妖怪のドアが開くことあるようです。おいーって、ありますね。ホラー映画に出てくる妖怪のドアが開くこと。違うじゃん。ガマガエル出ますよ。ガマガエルこっから出るんだよ。ガマガエル。バケロ、バケロ。で、最後はですね、あの、セスナキが降りてくる音です。ウェーイ。いきますね。あ、すいません。もう一回失敗して。ちょっと失敗した。あ、そう、ちょっと待って、あら、ちょっと待って、すいません、もう来た、あ、そう、来た、もう一回、これラスト、あら、あ、大丈夫、もうやばい、どうもありがとうございました。すいませんでした、皆さん、ありがとうございました。はい、来てください。すいません、ちょっと着替えてきます。すいません。どんな番組だ。すごいな、おどんな番組。お腹が痛い。いや、いい、最高だよこれ。何度見てもこれは素晴らしい。世界に通用する。私メール読みましょうか。大丈夫なんです、夏木玲は。メール来てます。じゃあメールの方、はい、あきらさん、はい、ありがとうございます。あきらさん、女帝ちゃん、チャンさん、女帝応援団の皆様、はい、元気に盛り上がってますか。盛り上がってますか。今日は暖かかったですね。ふと思ったんですが、なっちゃんの素顔、早いものでもうスタートしてから先月で1年経過したんですね。この番組が長寿番組になることを願ってます。今日は質問があります。お寿司を食べに行ったとします。行ったからには必ず食べるものは何ですか、はい、教えてください。ちなみに私はアジです。アジ以上、うん、エイトプリンスアキラでした。
ありがとうございます。何に召し上がりますか。何ですか。セスナキさんは。セスナキさん。いけんかと申し訳ございません。いや、あの、うん、馬が走ってるとき口でヒヒーっていうのヒヒーヒヒーヒヒーって。あのさ、俺も同じ芸人だけど、いろいろさ考えるけど、これいつ考えたのも10年ぐらい前から見てるけど。いや、あれね、寝てたらね、寝てたんですよ。この家の前の学校がちょっとあんま柄悪い高校で、僕チンチン出して寝てたら不良の人が 3,4 人チンチン出して寝てると、で怒ろうかと思って、起き上がった瞬間バリ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 使えるんじゃねえかと思って。じゃあその人たちのおかげでできたんだ。はい、よかったね、その高校生。だから俺、なっちゃんが歌って僕リズムを取るとか、なんか営業回れたりな。すいません、私がね、歌はい、まあ、あの、本当に今すごい今日行って一番腹筋使ったので起き上がれないぐらい。営業とかあの、セスナキ完璧にしといてくださいね、はいはいはい、来月もやってもらおう、セスナキダメ、リベンジこれ、確かに面白い。 いや、ありがとうございます。あの、ヒヒヒヒヒヒっていうのを言いながらね、ヒヒってこれ何がしたいんだっていうのであるけど、これほど面白いもんないよ。いやね、素晴らしい、うん、皆さんもう一度拍手お願いします。すいません、体を張ってね、芸をするっていうのが本当にないから、これでいけますよ、R1 グランプリ。いや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 、厳しいちゃうかな。私やってみようかな、ヒヒヒ。嘘です、はい。なっちゃんと雪男さんの M1 も見てみたい。いや、いいよ。この人時間取れないじゃん。俺だってこの人の代打多いんだよ。お世話になってます、レインボータウン編部。あの、4月でも週1だからか。そうよ、だから忙しいから。結構忙しい、かぶったりして生だもん。そうなんです。まあ、でも、ゆきさんまた、4月のね、21日もお願いしました。私は鎌取りにいます。いきなりゲストとか知らん人と喋る。そうそう、それはそうよ、だってもう慣れてらっしゃるから、私も安心してお願いできるという。どういうそのバンドの人、いやいや、演歌の男性の方とか田山さんとか ね来ていただいたけど、で決まって言われるのが、夏木さんにお会いしたかったんですよ、こいつって終わった瞬間に。いやいや、そりゃそうでしょ。何このおっさんっていや、向こうもそう喋るなみたいな。なっちゃんに会いたくて来てるのに。そうそうそう、この赤いおっさん誰やつだって。赤いおっさん、まあラジオだから赤いの着てかなくても、はい、おっさんなんやみたいな。で、スタッフだと思われて大抵打ち合わせ始まって、あ、今日の司会の方ですかって、うん、あの、夏木さんもあって、うん、ね、ちゃんと伝達してるはずなんですけどね。いや、やっぱベテランに見えちゃうんですよね。いや、多分ね、あなたのことで伝達されててもあなたに会えると思って朝来てるんだけど、10時に、ね、木曜の朝の10時にさ、眠めこして来るわけじゃん。このおっさんいたら、金玉みたいなのいたら困るだろ。昨日の酒まだ残ってんのみたいな。ゆきさんね、アメリカに、日本でアメリカに通う大学ってあるじゃないですか。はい、なんかこう CM とかで、でライオブランデー大学って言って、そこの 4年生の大学の1回生だったんです。もう創立してまず一発目先輩がいない状態ですよ。ゆきさんね、あの3年生の時にその大学潰れてる。もうみんな知ってますね。あ、そうか、ね、そう。あ、そうか、すみません、この話好きなんですよ。いや、俺あれネタにして営業とかでもやるけど、うん、あれほどやっぱみんなびっくりする話じゃないっていうのは。だって、4年生の大学で3年で潰れてた。俺2年で中退なんだけど、3年まで行った友達で最終学歴倒産だからね。俺も3年まで行けばよかったと思う。そんな美味しい話ないじゃん、お笑いやる上で。最終学歴倒産かよ。俺の場合中退で終わっちゃってんだもんさ。もったいないですね。それで携帯ない時に夜中に友達が泣きながら2時頃かかってきて、おいで進行休んでた友達家に居候して、したらその他の友達がかけてきて泣いてんで、ずっと。で、どうしたのって言ったら、学校潰れちゃうんだってさ。で、俺辞めてよかったって、辞めたやつが勝ち組なんだよ。普通ないだろ。ないですね。すごいよ。すごいよ。だってさ、今考えたらすごい、もう二十数年前だけど、学校行った時に手すりがついてんだよ、学校。できた学校。ほいで、何なのかなって、そのエレベーターも綺麗、大きくて綺麗だし、みんなでなんかその手すりで遊んでたんだけど、考えてみて、
あの今老人ホームになられてるんだけど、だからもう見越しちゃってたよ、ね、20年先を潰すつもりで学校作ってたんだこいつらって、それに喜んで遊んでた俺らがいいとか言ってかわいそう、かわいそうになっちゃいますね。でもさっきチャンス言ってたけどさ、俺もレッドカーペットのオーディション行った時にやっぱ言われたよ、テレビありますって言われて、あ、テレビ見てますか、いや俺も知らんかった、1分番組、いやそう、俺も1分番組で知らないで行ったら、あと何でか音のネタの番組、行ってウォンチューなんてやってたら、うちはあの替え歌の番組ですよみたいなだけどもう来ちゃったからやります、これしかないんでとか言ったら、プロデューサーの人とか本当にあれ言うよね、はっきりね、あんたじゃないけど、そうそうそう、めちゃめちゃ怒ってましたもん。え、怒るんですか？結構怒りますよ。あのもうあの大人の怒るので、そのいきなりバカ野郎とかじゃなくて、何すればいいかな、冷静に怒る、冷静に怒ってて、本当になんか遠くから汚いもん見るような目でなんかもう触っちゃいけないような、なんか犬のんこみたいな、なんかなんかね、そうあるでしょ、国道に落ちてる犬のんこ、そうそうそう、もうそんな感じ、わかるそれ今度あの台本変えてきますよ、なっちゃんがボケで、あの普段からもうボケてるんですけどこれ以上ボケていいんですか、1分ほどの漫才、チャンスの漫才すごいよ、俺右心臓800っていう時見たけど、右心臓800ってコンビ名で、もうコンビ名からすごいじゃない、はあ、私とコンビだったら何ですか、そうそうそう、コンビ名、はい、なっちゃんと親父ねそれだけ、それ何もかまかった、それダメですよね、はい、まあいろいろちょっと一回なんかコンビ名ありますか、1分ほど考え、ちょっとリターンしましょうよ、下でコンビ名なんかありますか、その1時間前にボーダー着てる方とかなんか浮かぶものあります、コンビ名、ボーダーの方、ボーダーの方なんかないですか、ないですかあの今ビールを片手の方、コンビ名なんかないですか、なんかないですかね、はい、なっちゃんちゃんちゃんあ、なっちゃんちゃんちゃんなっちゃん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 やりますか、ちゃん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 、はい、1分ぐらい、なっちゃん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 なっちゃんちゃんちゃんっていいな俺変えてきますよ、漫才なんだって、いやでもチャンさん今年くれぐらい来るんじゃないの、いや全く仕事ないですよ今もう、いやいや逆にない方がいいと思うよ、そうですか、あの下手にテレビ出ちゃうと、はあ、いやもうテレビ全然出てないですよ、俺も出てないな、ほんとね、いや出るもんなんですねあれね、もうそう見るもんじゃないんだよな出ないとな、いやみんなこれから頑張っていきましょう、頑張りましょう、ね、いやねほんと私も3月23日に新曲、うん、明日へ発売させていただいて、あれ聞かせてくださいよあれ、はい、俺あれ言うたほんま、みんな買いました明日へ、あー偉い、ありがとうございます、でもいきなり一発目演歌ダーン出して急にキャッチになるって面白い変化球ですよね、そうですね変化球ですね、うん、等身大の夏希麗ということで、うん、今日もねあのお越しいただいてますけれども、そうそうそう、ね、あれ流れないの、あの昼間さ千葉テレビとかテレビ埼玉でミュージックなんとかってプロモーションの流れてるじゃない、うん、ありますね、宮川は流れたの千葉テレビとか、はい、あ、それ単独で、いやいやプロモーションビデオあるのよ、そういう番組が30分とかで、あの昼間のプロモーションビデオ番組みたいな、はい、そうそうそう、それで歌手の人のその1曲が3分が流れて、あ、それ千葉テレビでどこはテレビ埼玉とか、いいよいいよ、私はあのテレビ見る時間がないのと映らないので、うんうん、あの見てないんですけど、ファンの方から埼玉テレビで見たよとか、うん、ないのそれ、新曲、新曲はまだないですね、メールして、それ俺テレビサイトも千葉テレビも撮れるから、あ、本当ですか、DVD プレゼントしてあげるよあの皆さんあのね講義お願いします、夏希麗の出してくださいってね、あ、うん、違うのないの、まだ作ってないんですよ、あ、じゃあ手紙書いてやるよ俺あ、千葉テレビに夏希麗のファンなんですけどつって流山で、流山で、あの見たいんですけど、そうなの、向こう宮間がでもよろしいんで、宮間がでもよろしいんで、PSPS で、ね、PS でもよろしいんで、その、うん、流してくれ、いや、カキは流してくれんじゃないか、そんな簡単なもんなんですだってテレビって、うちうちの、いやテレビって出してくれって言うと
出してくれる時あるじゃん、まあ、視聴者さんのね、プロデューサーとかにあれですから、とか俺オーディション行って土下座したことあるもんもう出れなかったらやめますんでっつったら出してくれなかったけど、ね、いやだけどプロデューサーにお願いしますっつったら出してくれたよいや本当に、あ、マジっすか。ゆきさん昔ね、うん、あの単独ライブはあって、はいはい、あのフルボードあるじゃないですか、ホワイトボード、はい、ボードになんかいろいろ書いて、うん、こうボード使ったネタこう消して、あ、今 ね、まあ、多いですよね、そういうネタ ね、うん、ゆきさん、あの単独ライブ一発目のネタで一発目に書いて消そうと思ったら消えなくてあの油性ペンで返してあれ困っちゃったよ俺消えねえ、消えねえぞこの野郎スタッフつって、なんなんだよこれっつって、なんかスタッフに意地悪されたんですよ。え、意地悪、いや、やリハーサルの時水性ペンやったのに、本番多分分かんないですけど、もうあれびっくりした、あれいつになっても消えねえんだよ消そう消そう思ってもうしょうがねえ、もうやめえっつってそしたら尺が短くなっちゃって最後歌歌っちゃって、なんだしょうがないから、何を歌ったの、Aちゃんそれで1曲歌って、出ました、はい、1曲歌ってもう終わりかなと思ったらアンコールってなって、ないんで1曲しか、そんなの、うん、アンコールってなってまた同じの歌っていい確認しろってみたいなすごかったよあれで あるよ DVD 見たい見たいです、見たいです、みんなタオル流しましょうよここで、うん、ね、6月 ね、そう6月、客がね、うん、90人ぐらい入ったんですよ、うん、すごいすごいすごい、90人中ね86人が芸人やったっすよ関係者4人で一般の客いねえじゃねえかって、みんななんか挨拶してんの前で出てきてもおー来たなっつって一般の客一人もなかったっす、全部芸人、うん、まあそういうこともね時にはありますよね、びっくりした俺、知ってる顔しかいねえじゃねえかで自分の反省語るんだぜあのピストルで撃たれたことがあるとかないとかさ、 そんなネタやるんだからさ、もう二度とやらないネタっつって、うん、あと今まで変えた芸名とかさ、うん、芸名何だったんですか、うん、キチ GUI っていうのがあったキチ GUI それでテレビで言えない、キチ吉川さとしなの、さとしさん、それで本名で、何も言わないんだよ全然言う気持ちがで、はい、吉井聡って芸名だったんだけど、はい、俺ナイスガイって言葉が好きで、はい、で吉で GUI ってつけて、そうそうそう言えないんだけど、放送禁止用語になるからね、 GUI だから分かる人は分かるよさ、はい、後でね、それで挨拶するたび問題になってたんだけどね、楽屋で吉井なんとかですって言うとこいつおかしいやつだなみたいな分かってない点々点っていう感じですか、まあ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 ね、まあ、ね、はいはいはい、夏木さん何、あの本名なんていうの、夏木です、え、嘘だ、レイさんは違うでしょ、レイは違います、夏木って言うんですか本名、夏木が名前です、で、何下は、あ、下が名前が夏木下が夏木、そうです、上はなっちゃんです、上はチャンスです、なんだよそんなやつ、下が夏木なんだ、なので皆さん、ね、なっちゃん、なっちゃんって、あ、それは公表してないですね、本名は、はい、あ、なるほど、あのストーカーとかね、あの、合ってるんでね、なるほど、なるほど、はい、まずいんだそれ、本名、はい、はい、出してないの、出してないです、もう出さないの、売れてもって方が、例えば紅白出る時とかでも、うん、出さないと思いますね、あの、ね、うん、あの年齢、まあまあでも可愛いやん、夏綺麗ってね、レイはあの麗しいっていう字が私もともと好きだったんですけど、うん、書きにくいじゃないですか、うん、選挙と同じで、うん、それで覚えやすい分かりやすい名前で、うん、ひらがなでレイ、自分が好きな名前でレイにしたんですけど、うん、お前なんでチャンスなの、いや、ピンチさんがいたからそうなんですよ、いや、そうだよね、ピンチさんって相方とやってたね、相方玉木、だからピンチ、本当ですか、2人組だったんです、玉木ピンチっていう人と、うん、そう、玉木ピンチ、うん、コンビ組もうってなって、うん、ほんでピンチだからお前チャンス、それ芸名なかったんですよ、大城だったの、はい、大城本名でやった、大城アントニウス、そうそう、アントニウス組み上げ、はい、でやってて、だからチャンス大城で行けって言われて、で、そのままにしたんだ、はい、じゃあゲームつけたのそれだけ、そうですね、他ないの、吉本時代とか若い頃、いや、ないっす、ないっす、大城くんとか全然大城でやってました、大城だけ、はい、大城だけでやってたんだ、え、ビッグママってコミック出たんですよ、うん、うん、その時も何、自分の大城で、はい、はい、あ、じゃあチャンス大城が唯一芸名なんだ、そうっすね唯一、はあ、はい、占い師、そう、なんかかっこいい名前、うん、一時あの、うん、心臓が右なんで、うん、内臓全部逆についてる、うん、はい、うん、で、
先輩が安倍晋三にしろって言われたんですよ。心臓で右と心臓でかかってるんですよ。で安倍って書いて心臓は感じで、はい、特にでもモノマネする人でもないですね。安倍晋三ってでもいいかなと思ってね。でも逆にあって、あのブラックジャックの話でしょ。だからほら手術するとしたら鏡でこうやんなかった。そうなんですよ、鏡で完全に逆なんでしょ。ね、100万人に1人いるんでしょ。いや結構います、5万人に1人。あ、東京ドームにじゃあ1人はいるんだ。じゃあ東京ドームって今度言ってみようよ。私と同じ人いますっつって、いたら仲間になってるからって右心臓の会作ろうよ。あるんですよ。あるの、行ってんの。ミキシーで全国右の会っていう。いいね。でホテルでね、行った、新宿のホテルで飲み会があって、で看板に全国右の会様って、ホテルマンから右寄りの人の人が怖い。あ、怖い。ね、そうなんです。で、何仲良くなって、やっぱりで苦労ないでしょ、だって苦労ないでしょ、右にあるからって。なんかあるの。そりゃいじめられてましたよ。なんでいじめられない。お前だって見えないじゃん。お前言わなかったらそれ分かんないじゃん。隠してくれって言う。いじめられてましたよって俺びっくりしちゃったよ。なんでお前心臓右にあんだよって。俺ほらなんだっけ、北斗の拳だったら、やられた時にサウザーに右だからあれ当たっても、そう、あの北斗の拳にサウザーって強いやつがいて、でも僕中学の時いじめられっ子だったんですけど、サウザーってあだ名だったんですよ。ほな隣町の番長がサウザーって強いやつがいるってこう噂が、で学校来てね、サウザーを出せっつって、どんな強いやつやと、ほんでも行ってこいって言われたから、行ってこい言われたから、でもサウザーですっつって前説みたいな。相手喜んだやっぱり。いやいや、お前強いのかと。イメージがちゃうかった、向こうの、サウザーの。もっと強いやつ出せみたいな空気やった。だから AED が怖いんですよ、あの、倒れれないんですよ。ああ。なんか本当ぶら下げとかなんかんらしいんですよ。AED。普通こっちには心臓左やから。僕こっちにはしてほしいんですよね。じゃあここに書いとけじゃん、こっちは AED。 入れ墨入れとけよ、タトゥーで AED ここって私こっちでって、で、ここ三段原かなんかすればいいじゃん、それ。いや、一緒 でもサウナとか行けなくなるでしょ。プールとかサウナ好きやから入ってたね、AED。 そっか、これからやる方やってダメやねんって言われるけど。ここって。あ、でもそれあるね、倒れた時に、それはちょっと怖いね。そうなんですよ。でもなんでわかるの、右に心臓ないって。いや、俺小学校1年の時に聴診器、そこまでわかんないよね。医者が、何回も往復するんだよ。そうだよね、最初。ほんで横の医者全員集めて、あれちょっと医者が医者に聞いてくる。あの自分のあれか、耳が。あの、タワレコの主張みたいな。これちょっと聞いて。聞いて、みたいな。右にあるな、ほんまやな。でも、5万人に1人いるってことは、そんなに珍しい人ではないわ。そうそう、そこまで珍しく、たまにおるね。だから、お医者さんも分かってるわけでしょ。でも、あんまり初めて見たって言ってました。あ、やっぱり合わないんだ、そんなに、お医者さんが。だからその心電図こっちつけて右にやるっていう忘れてたんですよ。ほらピーって言ってますね。そう綺麗なね、五輪中になりますからピーだもんね。なかなかでもお会いしないわな。でも5万人に1人いるってことは、またどっかで会う可能性、みんなも私らもあるんだろうな。そう、あります、あります、全然、ね、なんかもう生まれた瞬間に運使ってるんじゃない、そういうなんか5万人に1人いやいや、俺全然天才チャンスを連れてられ、全然何も利用されてないですよ。アンビリバブ1回出たぐらいですよ。よかったじゃん、これ。あ、いいじゃないですか。嵐の番組出たぐらい。だってそれで嵐の人たちが異様にチャンスにはまったんでしょ。そう、桜井さんがね。桜井さんも、あの嵐。私もハマりました、ピーター。ピーターや。あくまでピーター。もうあれが好きでね。ちょっと MC お願いしたぐらいですか。ピーターやってるので、ちょっと危ない人だよ、あの話。俺だって最初聞いた時にこいつなんかやってんじゃないかと思ったもん、若い頃。
なんかいきなり今日はハマチが飛んでますとかそう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 見えますとかね。でも見えるんですよね、チャンスさんね。あ、結構見えますよ、お化け。今も見えます。はい、見えます。 今、ね、なっちゃんの前にとんでもねえ男がいます。いや、俺じゃねえなんで私をこうやるんですか。なんで、ね、連発俺まで行かなくちゃいけねえんだからトリオじゃねえんだからよ。俺も分かったもん、もう目でさ来るぞってのがさもう目が泳いでたもん。それこそハマチ飛んでたよ俺は見えたわ俺ねえ、ほんとね。なつきさんは心臓ちゃんとしてんの。心臓ちゃんとし、うん、ちゃんとしてます。なっちゃん健康なんですか。健康ですよ。健康じゃない、だってこんな綺麗でいられないよ。健康じゃなきゃ肝臓悪かったりしたら肌ツヤ綺麗じゃん、あの写真ほら。タバコも吸わへんしね吸えないですね。お酒もダメですね。いや逆にいいんだよ、まあ今日頃動いてるからね。野菜とってはんの。野菜私食べないんですよ、あんまり。あ、野菜取らなあかんよ。そうなんですよ、生肉が好きなんですよ。番組中じゃなくてこれ打ち合わせとかあたりやってもらっていいですか。そうかそうか、野菜取らんといいかよ。さっきメッセージね、き、うん、あの、くださって、好きなネタ、なんですか、チャンスさん。お寿司で、お寿司で、お寿司で、お寿司で。あ、いやいや、でもね、やっぱり、いや、もうはま寿司って近所回転寿司屋行くの好きでね。めっちゃ好き、はい、うん、好き、特に好きなの。いやいや、絶対これはもう甘エビとか好き。甘エビかわいい。俺あのさ、スーパーのパック寿司ってあるじゃん、うん、あれ結構好きなんだよね、うん、パック寿司、あの春じゃん、スーパーのほら、うん、お寿司昔なかったじゃん、スーパーに。うん、今ってあるじゃん、どこ行っても398円とか500円、はい、で一回さ日曜の朝に盛況行ったね、コーポ、うん、で違うもん買いに行ったのよ朝回転で。コープね。あそこ行った時にどっちもいいんだけどさあそこ行った時にさ、うん、朝10時の日曜日さ、はい、でかいのあるじゃん、家族4人で食べるやつ。ああ、あるある、でかいのね。でかい308円のが、はあ、それがさ、680円安いななってたのよ。半額で。いやいや、じゃあ1980円よ。だから600なんぼり。680円。時間経ってるからでしょ。じゃあ朝10時だもん。それで、うん、その1個だけだったのよ、そのあったのよ、5つか6つある中、うん、680円間違えたんだろうな、多分、うん、だけど俺それ見たからこれ買って帰ろうと思って、うん、違うもん買いに行ったんだけど、うん、でやっぱりレジのおばさんもさ、うん、打ちながら見てんだよねだけど680円だから680円払って走るように逃げて帰ってさほいで家で冷蔵庫入れてさ3日ぐらい楽しんでさだって4人分だよ、1980円のほいだけど多分その何春人朝だから急いで違う680円のそのお寿司のでだけどお寿司だからで俺も何でもこうやってお寿司を見てで取られないように人にさ他1980円なのよその大きいやつ家族の。で割り箸何本にしよう、割り箸なんかいらねえよって早く家持って帰んねえと思って一人で酒飲んで、それで一回じゃ食い終わんないから冷蔵庫入れて2、3日楽しんでたから、あれが寿司の一番の思い出でお前だってあれで4人で食べる何30貫とかあんだよ。わ、いいないいだろ、680円だよ680円出すだろ。いや全然安いもん。安いよだけどお前1980円は出さないかわいいですね。やだろ、2人の日常会話になっておりますよ皆さん。1980円は出さないだろお前、まあ、だけど680円は出せるだろ朝10時で俺だって帰ってその日もう仕事入ってたけど朝10時だから日曜、うん、なんかライブがあったんだけど、うん、もうね、もう何にも考えられないで電車乗って、いや帰ったらあれ食わねえとな、食わないのだっていうのでくるくる寿司回ってたもん。それこそ回転寿司だわあんな嬉しいことなかったよ俺。あのレジのおばちゃんの目がやっぱ俺と一緒なんだよ。おかしい、でもこの人がこんな偽造できるわけないと、うちの朝10時で。そうですよね。でもまだ遅い時間だったらあるじゃない、なんか剥がしたりとか。今回転して何か見たんだっけな俺、なんか忘れたけど、なんかその必要なもん、必需品を買いに行ったね。あ、いいや、あそこ空いて、10時だからって言って680円だよ、まあ、安いですよね。いや、安いんじゃないんだよ、だから間違えて俺的にはもうラッキーだった。アンビリーバブルだよ、お前のそれあれ何何ですか。雪男さんじゃないですか。おいこんなとこで発見したのか、お前は。これ新しいな、これやってもらおう、これから。何ですか、何ですか、何か生えてるんですか。ここでわかるんですよね、ボケなんですよ。何ですか、よくやってた。何
なんかあるの月さんのやれるわけないじゃないそんな何かあるんですか雪男さん。いやいやいや何もないですけどここで発見したんですよ雪男あのギャグですから一応彼のギャグでごめんなさいちょっと今のギャグ理解できなかったここで、ね、わかんない意味が子さんじゃないですかっつってあここみんなわからへんのかいっていうあそうはーいはーいわかりましたあのなんだっけ新宿のグランドホテルだっけワシントンホテルワシントンか前どこいや行きたいそれ何日行きたいで2万円ですけど、大丈夫無理やな680になんねえかそう、680円2人でならないですね2人でじゃあ1300円でサイン書くから俺らのでもなんか3人でやりたいですねうんネタとかまあそうなんだけど歌とネタと A ちゃんですもんね、ギンギラギンとねいやいや、ギンにさりげなくそんなの、へいじゃないよさりげなく生きるだけさイエーイそんなのどうでもいいんだよ俺、あれなのがさっき言ってたのでほら、13人のバンドはいはい、岡弘さんの誰岡弘さんとクリアトーンズすごいよねなっちゃんがメインのボーカルで13人すごいないや、ゲストの方も他にもいらっしゃる河野夏美さんとかでしょ、はいはい、河野夏美さん俺知ってるよああそうですか日本語あのね昔俺生きがいラジオって高齢者の番組やってたあそうそうそうゆきさんの出てもらったよなゆきさんがいい話してゆきさん泣き出すんですよラジオの時これ笑いやっぱ詩人ですから詩人ですからね感情が入っちゃう何度か河野さんにもゲストで来ていただいたのああそうなんですねおいでその時に一回のそこのサンレックって音響の会社のアルバイト行ったね、うん、日曜日手伝いに来てくれと、うん、そしたら河野さんがなんかやっぱりゲストでどっかの行くので機材運んでたらさ、うん、会っちゃってさ川野さんに、はい、あれ、ゆきとこさん何やってるんです今日出番ですかって言われて言えないからさすがにさいや、今日はあの、ゆきとこじゃなくてあれほど罰の悪いのないな、綺麗な人の前でとか あれ、今日も一緒に出演ですかなんて言われてだけど、ね、こうやって機材こうやって反省してる俺が昔、静岡の、うん、なんていうんですか、あの浜屋じゃなくて、あのホテル、うん、旅館あ伊藤ホテル、うんうん、あこれね北岡宏さんっていう演歌歌手の人知らないですかね北岡宏さん、うん、その人のお手伝い、はい、2、3時でもホテル泊まらせてくれてあ北岡宏さんあんま売れてないねんなそういうこと言っちゃダメ何しに行ったのやっぱり裏方いやホテルただ泊まるかっていやいやいやで何をやってたのこれいや全然お手伝いっていうか別にお客さんとして見て、うん、まメッシュはつかへんけど、温泉入れて、うん、2、3日泊まってたもん、うん、なっちゃんとかああいうホテル巡業とかあるんですか泊まりの10日間泊まるとかホテルはまだないあ、2日間とかはありますあの1週間、あ4週間続けてあの3週間続けて土日行くとかお前ない今まで人生でないっす俺ストリップ劇場ずっととか行くとかあずっと1週間とか通るか、まあ、そんなん連れてってくださいよいやいやもうないよ20年以上前若い時だよゆきさんあのなんかストリップ劇場一回出番大取りだったんですよねそう出番、うん、何ですか出番いや普通なんかねお客さん女性の裸見てんのにそうゆきさんが出番最後やって、うん、そんなでいいですか、ね、で最後だったから客がさ怒って帰りよそれはその通りでございますお前何なんだこの野郎とか言われてそれはそうでこの野郎なんつって本当に瓶とか飛んできてさこんななっちゃって俺も面白かったなんつってそれは怒るわなと思ってあれいじめだったな結構行ったよ巡業っていうかその10日間とかでさうん、であれもう時間ねえか、はあ、面白い話あるんだけど、ま、でもね本当、はあ、今年は私は全国行きたいと思ってますので皆さん応援をよろしくお願いします、はい、なっちゃん全国か沖縄とかもあるんね行きたいです、ね、北海道行ったことないです北海道も沖縄も仕事で全然結構飛んでるんですよねほーポンポンと飛んでるのでいいよね泊まりで行ってたら嬉しいですよねホテル泊まってねそうですねホテル生活好きですねうん俺も大好きな地方行くのねえはい、うん、あと1分ねまた毎月第2金曜日、うん、今日はテーマがなかったような雑談でしたけどもそう次は、なっちゃんの漫才を俺が考えてくることと、うん、なっちゃんちゃんちゃんでしたっけなっちゃんちゃんちゃんとはい分からないですけどいや6月はお前いないから心理ゲームでも心理ゲームでもやるなんかやりましょうかゲームでもなんかね、うん、皆様からリクエストといただければ、うん、そう何でも私たちお答えしますのではいゲームでもしようか何でもじゃないですかはいね
また来月も見ていただければと思います。ね、夏綺麗ななっちゃんの素顔、本日のゲストは雪男さんでした。